中井豊です。本間です。お願いします。今日はですね、悩みってあるんです野球で。あ、こういうところが上手くなりたいないですか？とにかく打球が怖くてショートバウンドとか顔が逃げちゃう。悩み、怖さを克服したい。そうですね。なるほど。僕はちょっと少年野球なので監督今おおそうなんですね。学年のやらせてもらってるんですけど、子供たちに教えると分かりやすい教え方というか、例えばどういうこと？よく脇が開いてですね、その脇の締め方の練習、叩いた言い方とか、叩いた言い方とかを教えていただければと思います。ファーストやってるんですけど、距離が取るのか、伸びた方がいいのかなとか、それはケースバイケースでね、まず怖さから克服していきたいと思います。はい、いきますよ、構えて、怖さを。あ、危ないと思います。あ、危ないです。例えばこういうのに慣れとくと怖くはない。いや、いいね。もう一回いきますね。いや、今わざと打ってないから。はい、いくよ。自分の反応に自信がないから怖いんですよ。例えばこうボールが来てポンと跳ねた時にパッという反応ができないから。はい、いくよ。片手でいいよ、片手で。両手でいくとグローブっていうのは動かないから、片手の方が絶対速いから。そう、片手でいい、片手で。はい、ラスト。やっぱこう必死になった時っていうのは絶対ボール見ようとするから、危険を伴うとしたら、常にやっぱそういうつもりで守って、まあ普通だったらプロでもマスクかぶらして、もうレガースもつけて、ボールが怖くないよ、痛くないようにしといて反応をこうやるとか、そういう練習をしたらいいです。でもそこまでやんない。そこまでやりたくない。俺だってアマチュアだってやりたくないんですよ。すみませんね。ありがとうございます。はい。ちょっと吹き出してる。いや、俺も汗びっくり。気持ちは分かる。どっちだ。それが。はい、次。じゃあどうやって教えてるか。脇締めろって。どういうこと？物を挟んでしないようにこう見なさいみたいな感じでいう言い方をしたりしてます。こうやって振らして。体の前に持ってきて、こうやって浮かして、これやらしたら脇が開いてやるやついないから、自然とこうやるわ。でそのまま構えさせて、そのまま振る。挟んだりとかしたらそこの意識ばっかりで他がおろそかった。バット振らなきゃいけないんだから、振り方だよ。やってみ。おお、かっこいいね。コース。そう、ただ脇開かない。構えて、振る。悪い方ばっかり見ると、ここが気になる。でも言わないで、どうやって修正していく。それが大事。あります。はい。このファースト。ちょっと離れて。自分のタイミングでいいから。はい。はい。取れないと思った時に、ランナーセカンドだったら、止めなきゃいけないね。だから自分でシチュエーションを言って。ツーアウト三塁で内野ゴロ。よし、はい。おお、大丈夫か今の。いいんじゃねえじゃねえか。同じ。やっぱり頭の中でも想定した練習っていうのが必要。いつもランナーなしの一塁じゃなくて、ランナーサードのツーアウト、後ろにそらせない。でも勝負しなきゃいけない。そういうことを考えながら一つ一つやっておくと全然違う。おい、高校球児、はい、お前バスやってみる。ちょっと見てください、反応。あれね、甲子園出てるんですよ、あれでも。ちっちくりんだけど。ああ。あんな強肩います？いるんだよ。取らなきゃいけないんだよ。はい。